で Vlog 撮ろうって言ってたのに全然撮れなかった。もう今ここ静岡にいます。はい、東京駅から深夜バスで行ってるんだけど、12時間かけて広島まで行くんですよ。なんでかって言ったら、北海道に行くんですよ僕。それでまあお金がないと、北海道でね行き帰りで5万ぐらいかかんのよ。だからまあちょっと広島我慢して夜行バスで行こうって思ったらさ、まさかの12時間、まさかの12時間かで、しかも東京駅俺全然余裕なくてさ、時間に余裕がなくて、だから動画撮れる時間なくて今撮ってるっていう感じなんだけど、あ、ごめんなさい、どうもコビーです。はい、ということでただいまね広島に向かっております。はい、今休憩パーキングです。まああと10時間ぐらいバス乗って行きたいなと。楽しみ、広島初めてなんでね、広島行くのめちゃめちゃ楽しみですよ。まあまたどっかで回します。はい、バイバーイ。広島着きました。意外と寝れましたね。まあ、とりあえず宿泊するホテルに行って荷物預けて準備したいと思います。けど、誰も見れないのか。そりゃいいよ。もういいよ。だって1日2日目のあれで違ったら。いや違うんじゃない。僕ら2日目しかないから。一緒ってことね。ですよ。まあそこはまあ。うわ。これでかいんだけど。そう、一番可愛い子やる。ちょっと待って、可愛すぎない？うわ、やっば。いけてる？かわいいね。完璧。最高っす。あ、すごい。もう俺今携帯どこだろうってなったもん。全然正面からじゃなくても、あ、もう後ろからでもどこからでも、じゃあ撮ります。わかりました。お、すげえすげえ。ちょっと行けるか。みんな撮ってるパターン。あ、行けます行けます。はい。すごくね。みんな可愛い。もうちょっと、あ、いいね。一緒にデートしてるみたいな。あの子たち、さっき声かけてくれそうだったけど、声かけてくれなかった。ああ、そうですね。あえてちょっと、コビー君ぐらいの知名度が一番難しいですよね。俺のこと知らないかしら。うわ、熱い！やばいやばい。やってない。トリフィーバーって言われてる。生きてる男がいっぱいいるよ。ワイワイしてるよ。え、どっち買うの？浴衣？どっち買います？ライブ T はだってもうここだけじゃん。あ、限定のやつ。限定のやつ。何限定のやつって、なんてやつ？アウトドア。アウトドア？アウトドアはもう気になるな、ちょっと。え、待って、何買うの？え、待って、みんな何買うの？じゃあ、全部1個ずつ、3種類の2つずつ。いいぞ。はい。はい、もうここで強い。ようちゃんや。うん。
ゃんよ、さくらちゃんよ、いい結構熱いの引いてるよ、サク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 だよ、まいちゃん、しめさん、くろみん、れのちゃん、あやち、くーちゃんです、一年生とバーナードミクちゃんかわいいね。かわいいね。一番見せる。はい。マーヤ座ってます。あ、これ価値格じゃないですか、マーヤってこと。いきまーす。せーの、バーン。うえー。なんでこんな卒業するメンバーばっかり。いきます。見えたの。さすがにね。はい。せーの。こっち見て。お？おお。ドッキーだ。よかったよ。まあそういうことなんだよね。いきまーす、ラスト。はい。ごきこい。セールだ、おお、え、エモない、エモくないこのパック、これは最後のふさわしいパックだった、よし、パッキーだー、まあ、最近30万人キングの発売が決定しまして、おしめんはリリアちゃんとヨダちゃん、どなたの剣をお得に誘われるとかバイバイ、バイ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 、明日もいる、明日いるぞ、バイバイ、バイバイ、もう一生の別れみたいな誰やお前ということでライブがスタートしました、はい、僕らはまあ無限なんで外から音漏れがね若干聞こえるっていう状況なんです、どうする、パネルバーってちょっと行ってみようよ、あやめちゃんもわかったみたいな、やばいよね、色とかもやばくない、このやばいです、マジでベストマッチすぎる、帯の派手さとかもこれこの年齢で普通に似合わないから、いや似合わないと待って、葉月ちっちゃいそれだけごちゃい、みゆちゃんの隣にいるとちっちゃい、テレパンかわいいな、おい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 、あ、すごいすごい、クリちゃんの顔ファンですね、あなた、もしや、夜ご飯を食べに行く、いいなぁ、ライブ行きたかったなぁ、僕は明日です、アリーナの P です、よくわからない場所です、連番してからマジでいい席になったことない、いや本当っすよ、いや俺ないよ、俺がマジ責務ないから俺に発見させるのやめてほしいだって俺が発見しますかみたいな流れだったのに、あ、来るわって言ったじゃないですか、これもセクシャーを浴びちゃってください、これカメラ回してっぱでいいんですか、いいよ、なんでもやれ、回せ、カメラを止めるな。はい、ということで、初日広島グリーンアリーナ、初めて行ったんですけど、あれですね、あんまりね、人多いって感じがしなくて、俺的にはすごく良かった。ちょうど良かった。初日はね、動画撮ったりとか、まあ、リスナーさんと会ったりとかだけだったんだけども、まあ、2日目はね、僕もね、翔吾くんと参戦してくるんでね、楽しみにしてますけども。それじゃあ、夜ご飯の画角まで、スキップ。あ、これひなこちゃんの生誕 T です。イェイ。なおちゃんの生誕 T も待ってます。みくちゃんの生誕 T はまだまだ先ですが待ってます。やばいやばい。意外にないでしょ。Thank you.
で配信中です。配信は、あ、配信はしてないですよ。してない、大丈夫です。YouTube の方、あ、そうですそうです。全然いいですよ。よろしくです。よし、チャンネルなんすひらがなでコビーっていう、コビーで、え、広島の方、あ、全然違います。東京から来ました。乃木坂46っていうライブで、で今日来たんです、こっち。そう、はい。東京からこっち。そうですそうです。ということでですね、1日目終わりました。ご飯食って終わって、はい、酔っ払いに話しかけられたとこまで動画になってると思うんですけども、はい、まああとは食べるだけを1本取って。で、お休みしましょう。はい、こんな感じで Day1 は終了。バイバーイ。何すんだ、おい、今日仮面ライダーじゃねえか。それはもう作品ですよ。2日目ということで、2日目はなんと僕たちもライブに参戦するということで、イエス、やっと楽しめるわけですよ。え、とりあえずここバーって一回見てみましょう。今レミさんがね、ここを紹介してくれたんで、それは映んないと。これ立てたって、僕の鼻は出てるから。あ、そこ渡ってビッグプレイだねですね。あれだ、どこか、もういるじゃん、ジラフが。あれ、すごくない。すごい、ショウゴくんの鼻は正解でした。私しか映ってないですよ。いいじゃないですか。そっちの方に需要ありますが。いやいやいや。はい。いい感じですか。はい。あすかちゃん列ができてます。列並んでないです。入ってきます。バイバイ。ありがとうね。行ってきまーす。麦坂ちゃんもうすぐ東京行くんですよ。早っ。嘘です、あと1時間ぐらいです。なんとここまで来てチェーン店のプレミロに来ました。うまそうスイートレギュラー BGM。 やべえ、ホテルに戻ってもうすぐ寝たい。無理、帰りたくねえ、東京帰りたくねえ。仕事したくねえ。現実逃避して、ごめん、ごめんなさい。3週間後かにはまた現実逃避します。北海道行ってくる。僕たち北海道行ってくる。
どうしました？ミリアちゃんが本日24時からダンス配信します、深夜練してるのでっていう投稿。神イベントやん。僕はね、広島向かう日に本当だったら有見の範囲でを申し込んでたんですよ。昼の部綺麗に落ちました。すごいんだよ、キャパが40人とかなの。当たるわけないやん。いただきんとまん。今日は丸刈りですね。それね、うめえ。ごちそうさまでした。美味しかったです。元気やな。はい、まあ、またすぐ会いますけど。前すぎやん。最初に眠くなってるから。じゃあ僕は愛知に帰りますよ。バイバーイ。気をつけてな。はい。とにかくちょっとまっすぐ帰ってくださいね。はい。危ないんで。はい。絡まれたらあれなんで。はい。じゃあ、美味しくなれよ。美味しくなれよ。美味しくなれよ。オッケー。じゃあね。バイバイ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 。なっちゃいました。もうディズニーのキャラクターやん、この子。まあ目でかすぎやん。よりかわいい。かわいいな。なんか嬉しい。この子の推しが卒業しちゃって抜け殻になっちゃったかと思ったから、ナオミくんに出会えたことで楽しそうで私も嬉しい。いや、そう言ってもらえたら嬉しいな。でも俺もやっぱミリアちゃんを推してるコビーさんが好き、ひなこちゃんを推してるコビーさんが好きっていう人ね、絶対多いと思うから嬉しいよね、そう言ってもらえると。ということで時間はですね3時20分。じゃあ歯磨いて寝ます。ちょっと YouTube とか見てたらもう3時40分になっちゃったね。寝ます。本当に寝ます。もう本当に寝ます。本当に寝ます。ということでまた明日。デイツ終わり。1回目はですね、もうね、とりあえずバスの時間までもう編集をしまくります。だから動画はほとんど撮んないですね。それじゃあ、はい、じゃということで準備完了。ここからはね、ちょっとだけお土産屋さん回ってカフェ入って作業したいと思います。それじゃあまたね。バイバーイ。ということで東京戻ってきて3、4時間経ったかな。今二ほどきをしながら撮ってます。こんな感じでね、広島の Vlog が終了なんですけども、広島ね初めて行ったんですけども、美味しいものもたくさん食べたし本当に楽しかったです。まあ次の遠征は、北海道になるんですけども、その前の週にね、あの5期生の TIFFに僕ね行ってくるので、まあ、そこは動画にはするかわかんないけども、まあ、楽しんでいきたいなと思っております。ということで、お会いしてくださった皆さん、そしてね、お土産くれた皆さん、飲み出しにくれた皆さん、看板してくれた皆さん、本当にありがとうございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。美味しくなるよ。